ね、でもね、それを聞いてね、僕ね、別の、ドキュメンタリー映画で、タイトルも同じフェイクっていう映画のことを思い出したんですよ。うん、そっちもラストを絶対に言わないでくださいっていう宣伝文句だったんですよ。その映画はね、市民権っていう、まあ、映画史上最高傑作と言われてる映画を監督したオーソン・ウェルズの作品で、1974年に撮られた、作られたフェイクっていうタイトルの映画があるんですよ。全く同じタイトルです。はい。で、その映画はね、まず映画の頭に、これから1時間この映画で描かれることは全て真実ですって字幕が出るんですね。で、それからですね、マティスとか、モディアニの絵を描いて、ピカソとかの絵の贋作をしていたですね、イルミアという贋作作家のドキュメンタリーが始まるんですよ。はい。で、そのエルミアが贋作作家でどういう人間だっていうのをルポして、取材しているノンフィクション作家の、クリフォード・アービングっていう人も出てくるんですね、その映画に。で、その記録映画になってるんですよ。ところが途中からおかしな話になってくるんですよ。そのクリフォード・アービング自身が、ハワード・ヒューズというですね、まあ、世間から隠れていた億万長者がいるんですけども、その人に取材して伝記を書いた、出版社に売り込んだら、嘘っぱちだったって言って、有罪になっちゃうんですよ。つまり、マティスとかの絵を贋作で描いていた画家を取材して、それを暴く本を書いた、ノンフィクション作家自身が贋作作家だったんですよ。すげえ。っていう展開になるんですよ、そのフェイクっていう画は。で、とか思ってると、最後のですね、20分ぐらいね、全く驚くべきような展開になるんですよ。本当みたいな展開がさらに待ってるんですよ。でところがですね、この映画トリックがありまして、この映画ね、全体で1時間半ぐらいあるんです。一番最初の字幕には何て出たか。最初の20分これから1時間描かれるのは全て真実ですって。でも映画は1時間半あるんです、残りの時間だ。残り20分ぐらいが、とんでもないものなんですよ。まさにフェイクなんですよ。なるほど。でしかもこの映画、オーソン・ウェルズが監督していて現場に撮影で関わっているっていうことになっていて、その贋作作家とかそのノンフィクション作家がパーティーやってるしたりしてるところにオーソン・ウェルズ自身も映ったりしてるんですが、これも本気なんです。この映画は別のドキュメンタリー作家が撮影したフィルムをもらったオーソン・ウェルズが自分で編集し直して、自分で取り足したフィルムを中に紛れ込ませてるものなんですよ。でつまりその人は記録した作家がいたんですけど、撮影した人がいたんですけども、まとめることができないんで、まとめを全部オーソン・ウェルズに任せたら、オーソン・ウェルズはそれをその素材を使って全く違うストーリーを彼が語っちゃったんですね。だからこれは常に森達也監督がいろんな本で言ってることなんですが、ドキュメンタリーは嘘をつくということを何度も森達也監督が言ってるんですね。つまり同じ、全く同じ映像素材であっても、映画というのは編集によって全く違うストーリーを作ることができるんです。だからそれはどうしても編集を経る上で、その作った側の主観が入り込むのは防げないんだと。だからドキュメンタリーというのは一種の嘘なんだって言ってるんですよ、森監督はいつも。もう一つは、そのカメラを向けて撮りますよってことを相手に認識させたら、その段階で彼は絶対に演じるし、カメラ向けのことをしか言わないだろう。そうですね、確かに。そうだから、この田村浩一さんも演じてるかどうかわからないわけですよ。でもカメラ向けた段階で一種のやらせなんだってことを森監督が言ってるんですよ。でこの映画フェイクの、この森達也版のフェイクのクライマックス、ラスト20分、絶対に言うなって言われて、言わないってことを条件にしちゃう見せてもらったんですけども、ちょっと言いますよ。いやダメでしょ、スペシャルウィークだし。おいやいやいや、ダメでしょそれは。ラスト20分ね、やらせですよ。森監督は、田村浩一さんに、あることをやらせるんですよ。はぁ、あ、はぁ、あ。
つえーないわ、これちょっと謎だな、逆に謎だな、謎ですけど、一つヒントを言いますと、はい、クライマックスは森監督の靴下を履いた足がもう目に焼き付いて離れないんですよ。なんだそれ、なんだそれ、靴下、こんなにね靴下を履いた足がね目に焼き付いたのはね、あのグレートハンティング以来でしたね、僕は。ごめんなさい、分かんないけど、グレートハンティングでライオンに食い殺される人の靴下を履いた足が、はい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 ね、あれ非常にあの靴下を履いた足が目に焼き付いて離れないじゃないですか。それぐらいインパクトがある登場仕方するってこと、何、じゃあ何、どうなんのっていうことですね。まあご覧になってから6月4日に、まあ、ご覧になっていただきたいと思います。全く分かんなかった、なんだ、はい、でもね、これ森監督はなんでこういうのを撮ろうとしたかというと、彼はもともとその、スプーン曲げの清田君とか、うんうん、あのオウム真理教とか、うん、世間からバッシングされてるものをそっちの内側に入ってって、そっち側について撮るっていうのを、うん、まあやって、世間に対するアンチテーゼというのを、まあ、し続けてる人ですよね、はい、でみんなが同じ方向に向いてみんなが一斉に物を叩くっていうのは、これはもうとんでもない恐ろしいことだっていうことで、うんうん、まあ、その部分で一貫してるんですよ、森監督は、はい、だからあのだこれ見るとそのこれは一つのメタファーであって、うん、サムラゴーチ事件だけについて言ってるんじゃなくて、そういうもの全部なんだっていうふうに森監督が言ってますね。で最近そうじゃないですか、おぼかたさんがそうでしょ、うん、ベッキーがそうでしょ、うん、でショーン・ケイがそうでしょ、ホラッチョ、うん、で乙武さんともそうでしょ、乙武君も、うん、今もう密接に叩いてるじゃないですか、もうみんな、うん、でもよく考えるとこの人たちってみんなその前は異常なほどみんな一斉にチヤホヤ持ち上げてたんですよ。はい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 。ねえ、で逆にあの時は彼らを悪く言うことは全く許されない状態だったんですよ。うん、当時はね。うん、ねえ、で、乙武くんなんてそれを不安に思ってて、うん、ずっと前から俺は女好きだ、女好きだってずっと言ってたんですよね。うん、でも彼がいくら女好きだって言っても誰もそれを聞こうとしないんです。そうですね。ねえ、で、がっかりしたとか裏切られたとか言うんですけど、うん、彼は言ってたのにあんたたちが聞かなかったんだろうってことですよね、はいはいはい、あと清原の覚醒剤とかも、うん、みんながっかりしたとか言うじゃないですか、うん、がっかりしてねえだろ、うん、お前ら絶対やってると思ってただろ期待通りにやってくれたんだからありがとうって伝えろよ、生き物がかりと思いましたよ。生き物がかり、あのありがとうの歌は絶対合わないです。はい、でもさ、今さ、お笑い芸人の人も、はい、あのワイドショーの司会をやるようになっちゃってるじゃないですか。はいはいはい。と彼ら良識の側につくんだよね。そうなんですね。お笑い芸人なのに乙武くんとかベッキーを叩いてるじゃないですか。不倫はいけないとか。あれも恐ろしいですね。そうなん。あれお笑いってお笑いに限らないですけど、芸術とか映画とか文学っていうのは、その人間のそのずるくてスケベで酒飲みで嘘つきでダメな不完全な部分のその業を愛おしむものですよね、うん、確かにそうなんですよね、うん、それがね、その女遊びダメだとかね、うん、そっち側に立ってダメでしょ、お笑いの人は。そうなんですよ、本当自虐も、もう業を楽しむ吉田豪のようなものじゃないとダメなんですよ。そう、豪さんは楽しむからな、そこ、ね、だからなんかね、みんなおかしいんですよ。確かに。でみんなその騙されたって怒る前にワイ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 みんなで持ち上げてね、うん、で自分が騙されたこと自体を反省しないから、それを繰り返すの延々と、はいはい、ですぐ忘れちゃうから、うん、その流行語とかお笑いのネタと同じで、次から次にその感動とか消費してるだけなんですよね。うん、ですぐ信じるっていうけど、すぐ怒るじゃないか、はい、ね、でも J-POP の歌詞とか聞いてると、信じる心がどうしたこうしたって歌ばっかりですよ、今歌詞。そうですね、多い、確かに多いですね。やたらと軽々しく信じすぎるんですよ。ホイホイ信じてプンプン怒るんですよ。はい。でもそれはやっぱり多分本当は信じてないんですよ。なるほど。松本さんだけですよ、正しいこと言ったの。まっちゃんだけですよ。あ、何か言ってました。不祥事を起こした人を世間がなかなか許さないのは、本当は怒ってないからだって言ってるんですよね。そうね、おっしゃってましたね、前田の仕事で。はいはい。そう、本当に怒ってなくて本当に信じてないから、誰でもすぐ信じるしすぐ怒るし、うん、実際サムラゴーチにしても誰も何の被害にも遭ってないじゃないですか。そうなんですよね。そうなんです。そうで、感動をもらいましたとか元気をもらいましたとか勇気をもらいましたとかやたらと言うんですよね、うんう
って違ったと、あの感動返せとか言うんですけど、気持ち悪い。ただでもらっといて、何言ってんのバカ野郎と思いますね。確かに。だからどこへ向かって、町山さんが、ね、あれですけど、吠えてるかっていうぐらい、我々本当にね、アンチテーゼに関してはいろんな思いがあるんです。僕と全く違う感想を持つかもしれませんが、それが森田監督のフェイク。そうか、はい、そこまでいろんなことを考えさせられる。見たい。映画になってるんですね。そこは今直面してるわ、いろいろ。うん、ただただこの騒動どうなってたんだみたいな、ちょっと興味本位でしたけれども、そうか、はい、そういうことまで含まれてる映画だと。そしてラストにね、町山さんの言ったあれは何なのか。何なのかね。何なんでしょう。靴下何だろう。ぜひご覧になっていただきたい。はい。わかりました。思います。今日はゴーストライター騒動のサムラゴーチしおったドキュメンタリー映画、フェイクのお話でした。町山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。